はい、おはようございます。渡辺こと、あゆみです。今日もですね、羽田空港に来ております。これからとある仕事がありますので、山口羽田空港の方に帰ります。今日はね、あいにくの雨なんですが、そして山口も雨らしいんだけど、飛行機があまり揺れないことを祈っております。そして明日はレノファ山口対清水エスパルス戦を見に行ってきます。なのでまたその明日はね、友人の車で行くので、行く道とか取れたらいいなと思ってますが、お楽しみに。ということで、今日の動画はこんなさい。はい、おはようございます。ということで2日目なんですが、昨日はずっとね、踊っていたので、今日はですね、レノファ山口対清水エスパルス戦に行ってきます。友達2人とその友達の子供2人連れて、全部で5人で行ってきます。昨日ね、私は山口に行って仕事をしてたので、鹿島のね試合はまだちゃんとは見れてないんですけど、なんかちょっとね落ち込んでますが、気持ちを切り替えて今日はレノファ山口対清水エスパルス戦に行ってきます。そこはちょっと今日はもう置いといて、そこは置いといて、また帰りの飛行機で見返すのかなと思いますが、ここは置いて、これからはレノファ山口対清水エスパルス戦を行ってきます。ということで今日も撮っていきたいと思います。じゃあ今日は何をしに来たんですか？サッカー。あ、偉い。どこの試合？どこの試合でしょう？サッカーしたいんやもんね。うん。今日は誰がサッカーするんでしょう？大人の試合。正解。ということでみんなで行ってきます。バイバイ。今日も頑張ってください。あ、そうそう、あの人キーパ前半が終わりましたが、試合どうでしたか？面白かった。後半何点取ってもらう？5点。5点取ってもらいましょう。頑張って応援できますか？頑張っていきましょう。頑張るぞ。ただいま試合が中断しています。雨風がやばいです。山口県、雨がめちゃくちゃ降ってます。見て、こっち曇っちゃうけどこっちは晴れて、ほらねえ、雨が止んできました。試合は再開できますか？できませんと思う。ママたちはどこに行きましたか？わかりません。迷子です。さっきね、スタジアムの方行ったけど、まだ晴れちゃったけどね、風強かったね。うん。まだ試合見たいですか？はい。じゃあ戻りましょう。はい。試合が開始されることを願って。バイバイ。
今日の試合はどうでしたか？強かったし、薬が入らなかったから、欲しかった、また見に行きたい、卵、また見に行きましょう。パパーン。こちら山口名物のチキンチキンごぼうです。チキンチキンごぼうとはチキンとごぼうが入った甘辛いものになっております。ということで、それではみんな今から食べていきます。はい、ということで、これから帰ります。結果、6点差で雨の中で、いろいろ中断とかもありましたが、頑張ってほしいです。次は、5月3日の試合を見に行きたいと思っております。で、ユナイテッドキッと対戦いたします。またその時に動画回していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、これから帰ります。エスパルスのサポーターがたくさんいます。一緒のオレンジだからわかんないかもしれないけど、ということで、今日の動画も見ていただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ということで、今日も一日お送りください。またね。バイバイ。